You're listening to Shibuya Cross FM。はい、こんにちは。はい、インテックの高橋です。今日もトーキングフリーをよろしくお願いいたします。今日もね、僕の大好きな皆さんと自由に楽しく話せたらなと思っています。高橋さん、何回言えばよかったんですか。毎回出だし硬いんですって。やらし方硬いね。ラジオもうちょっと、はい、どうも皆さんお待たせしましたみたいな感覚のラジオもですよね。ものすごい真面目なあの朝のラジオを聞いてるみたいな感じになってくるんですけど、ね、このテイストは ねもう変えないので、あ、そうですか、はい、分かりました。はい、それではね、もう早速ですけど時間もあれなので、はい、ゲスト紹介の方に入りたいと思います。はい、今日のメインゲストも、はい、野原なずなちゃんです。簡単に自己紹介、軽く一発目お願いします。はい、短めでいいですよ。はい、一応こう、はい、セクシー系の女優さんと、はい、セクシー女優と漫画家を両方やってる人間です。はい、すごい。僕あの、初めてなんですけど、はい、このテンション、このテンションですか。はい、この感じですか。この感じです。この感じ、はい、テンション上がってるんですよね。テンションもマックス。あ、これマックス。あ、分かれた。割と、はい、あ、割とテンション上がってる。このスタートで割と上がってるんですね。はい、上がってます。はい、分かりました。はい、じゃあ後でまたね、自己紹介のは深掘りしていきます。はい、じゃあ続きまして、はい、木村さん。はい、どうも、あの初回から出させていただいてます、ヌードグラビアを運営しています、グラフィスの木村と申します。今日はギターなんか持ってきちゃいました。格好つけてません？なんか格好つけますよ。なんそらギターいつもの感じと違うじゃないですか。なんか何そんな急にギター持ったら格好つけ、ギター持ったらやっぱりさ、あの10年前なんで。じゃあちょっと、じゃあ1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いて佐々木邦幸さん。フルネームだよ。そうですね、佐々木さんね、フルネームですけど、はい、あの元あの芸人で、あのクニボーンっていうね、うん、芸名でやってたんですけども、はい、なんとかわかんないですけど、毎月、はい、あのお弁当を紹介しながら、ね、はい、あのこちらの方に出させてもらってまして、はい、またお弁当の後で紹介させてもらいますけども。いや、ここだよ、ここ 今ここしかないです。すいません、実はですね、あの昨日ですね、うん、虹色人という番組の方に、はい、出演したんですけども、はい、うちのお弁当見ました、見ました、ありがとうございます。はい、はい、こちらですね。おいしい、こっち、はい、はい、こちらがね、あ、こうですね、はい、うん、このお弁当が、うん、はい、おいしそう、おいしそう、はい、こちらがですね、懐石弁当、これがですね、あの、うん、うちの、はい、ミシュラン三つ星が作りますお弁当でございまして、うん、で、こちらの化学調味料、お雑煮、お着色料、コーラなど添加物を使っておらず、うん、はい、そして、なんとお米の中にですね、30% こんにゃく米というのが、ここがすごい食いついていただきまして、はい、そうですね、はい、食べてて、うん、なんか痩せれるみたいな、コリコリする感じですね、はい、まあ、はい、あと、そして、はい、ちょっと放送までに間に合うか分かんないですけども、うん、東京駅限定のお弁当でございまして、うん、この、はい、岩手牛っていうね、うん、A5 ランクの、はい、和牛を使いまして、A5 ランクね、はい、でこのすき焼きの牛と、うん、あとこちら夏野菜のサラダと、うん、いうことでございまして、英語は一番下ってランクだよね。いや、英語一番上ですよ。ああ、なんで最低ランクを自信満々に言うんですか。英語ランクの肉を使いまし って、はい、そうなんですよ。これは、はい、まあ、21日前なんですけど、7月、まあ、こういったね、なんかこう限定のお弁当なども出しておりまして、うん、はい、まあ、ぜひ後で、はい、どなたにも食べていただきたいなと。お弁当屋さんです、はい、元芸人なんですよね。はい、ありがとうございます。以上です。はい、そしてね、私のアシスタントの草川しおんちゃんです。はい、草川しおんです。今日2回目なんですけど、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しおんちゃんもなんか、はい、グラビアの撮影なんかやったって話を聞いたんですけど、本当ですか？まあ、本当です。本当結構おっぱい大きいんだね。E カップです。おお、でもあれですよね、なずなさんは G カップですもんね。そうですね、はい、はい、よかったね。それだけ言いたかっただけで振っちゃいました。ごめんなさい。はい、で一応ですね、この5人でトーキングフリーを、これからスタートしていきたいと思います。で、はい、番組コールをね、いつもずっと話はこっちだけど、番組コールだけこちらを向けてやりたいと思ってます。はい、でみんなでトーキングフリースタートっていう感じでやりたいなと思います。はい、じゃあいきますよ。はい、
トーキングフリースタート。Music's our various emotions. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM.はい、ということでね、はい、はい、始まりましたね。あ、よかったよかった。で、これ、本当よかった。で、今日はね、最初にはなずなちゃんの方の深掘りをしていきたいから、うん、一応詳しい、もっとね、さっきは簡単に言ったけど、はい、いろいろなずなちゃんのこと聞いていきたいなと思ってます。はい、はい、なずなちゃんは今、はい、お年はおいくつなんですか？20歳です。20歳。はい。若いけどすごい落ち着いてるよね。落ち着いてる、うん、落ち着いてるというよりはぼんやりしてるっていう感じです。いや、そんなことは多分喋り方だよね、多分ね、なんかそんな感じで、はい、うん、そうね、うん、っていう感じで、はい、で、身長153cm。 あ、はい、はい、ちょっとちっちゃいんですね。しゅんちゃんいくつ？私161です。あ、ごめんね。はい、な、結構そうね、なんか大きく感じる、ね、いや、本当ですか。いや、小柄な感じですよね。で、ちょうどいいですよ、わかります。はい、160以上はちょっとね、大きい感じじゃん。え、何センチですか？159cm。 だから感じたんだよ。なるほどね。で、はい、切り方が次への言い方がでとかってスッとうまくいってくれる。ブラのサイズが G カップ。あ、はい、いいですね。さっきね、やっぱいいですね。あまりそのなんかこう出してこないんですね、なんかこの胸を。あ、そうですね、はい、うん、今日はなんか、うん、ノーブラじゃないんですけど。ノーブラ？え、自信？いや、ノーブラじゃないんですけど、うん、なんかペタって貼るやつをつけて、それで着てるんで、そんなに寄せればあるくらい。いや、もう全然ね。いや、なんか、なんかそう、なんかピタッと貼るっていう、なんかちょっとね、ね、そうです。でだよ、はい、中学生ぐらいからおっぱいを置くの。はい、そうですね。どれくらい、すごい急にですか？俺、よくわかんないです。女の子その急に大きくなるんですか？なんか身長みたいな感じで、うん、なんか結構段階的に大きくなっていって、うん、まあ、なんか結構最終的にというか、うん、なんか結構 E カップくらいになって、うん、なんか他の子より大きいかなみたいな感じになって、うん、そこでやっと気づくみたいな感じ。でこれと、なんか身長とかって、うん、こう止まる時間あるじゃないですか、うん、おっぱいってどんどん成長していくんですか？ちょっとよくその辺もわかんないですよね。でも太ったり痩せたりで変わりますよね。あと人によってはやっぱりなんか成長したりとか、うん、まあ、なんか結構あると思います。うん、なんか食べ物とかあるかね。そうだね、また振る。これはね、前回ね、前回ね、食べ物は何も書いてないから、食べ物でなんかお好きなものとかありますか？好物。お米が好きです。お米、はい、いいですね、やっぱ日本人だから。うちの息子全然食わないからな。あ、そうなんですか？うん、米をですか？そう、小学校5年から1回も食べない。嘘でしょ。学校のチャーハンは食べるわ。学校は給食とか白米は食べない、ね、給食は？給食も残すって言ってた。多分ない、今高校生だけど。米炊いたことないもん。ですうち。筋トレとかしてるんですか？いや、筋トレの、そういうことは糖質抜くみたいなこと、うんうん、僕みたいに太りたくないっては言ってるよね。へぇ、細マッチョだけど、うん、マッチョか、マッチョ。ラグビーやってたから、小学校1年から無理やりやらせるってね、かわいそうだね。なんか好きな、なんかあります？お米が、なんかコシヒカリとか、なんかなんかお米が単体で好きっていうよりは、なんか丼とかお寿司とか、なんかお米か何かっていうのが好きで、ご飯とみたいな。なるほどね。ご飯とか卵かけご飯とか、うんうん、もうそういう感じで。結構食べるんですかね？食べるんですか？結構量は。量、うん、でも最近はちょっとダイエットしようと思って、うん、お米あんまり、まあ、食べてるんですけど食べてるけど、ちょっと控えめ、減らしてます。なるほどね。なるほどね。最後はそんな感じだね、うん、それでまた元に戻して、はい、で、高校は美術部。美術部です。油絵を描いてたんですか？
油絵描いてました。ちょっとこれイメージいいでしょ。イメージ、俺も大好き。俺も高校の時に付き合った彼女、美術部で油絵描いてました。マジで。しかも身長も低かった。あ、でも全然年が違う。20年以上前の話だった。すいません。ずっと3年間一応やってた。まあ、わかんないけど、ね、そうですね、うん、すごいよ、やってたかな、うん、そっか、何かね、あれなんだね、何だ、いろいろ見ていて、引っ込み思案な性格を直したいと思ってアダルトビデオ出演決意、はい、すごいですね、すごくないか、理由が、これはすごいよね、また好奇心ですかね、好奇心で、はい、え、なんかちょっと興味があったの、エッチに興味があったの、なんかこう面白そうじゃないですか、なんかすごいこう自分があんまりこう普段できないことをする世界っていうのが、なんかそれにこうちょっとこう興味を抱いて、うん、で好奇心でこう、そうか、でやってみて、どうだった、やってみて、あんまり深いですね、いや楽しいです、話せる範囲でね、あ、楽しいです、楽しいです、ね、いや、それ分かってるじゃん、ね、そんな突っ込まなくても、はい、そうですね、はい、僕もね、やっぱり業界長いけど、はい、やっぱりそういう人もね、最後のくらいから増えてきましたね。昔は違ったけど、2000年ぐらいからだとちょっと違う内容で、だいたい少しからこういう人もね、やっぱり興味、ちょっとやってみたいなーっていうのであったりはしましたね。あとここからが本番ですね。漫画が好きで、学生時代より漫画を描いてた。そう、はい、僕も見ました今。学年ではどのくらいなの？これ出していいのかわかんないけど、まあ大丈夫、まあどうなんだろう。多分大丈夫じゃないですかね、連載してるんだもんね一応、はい、はい、この雑誌、この雑誌ね、あの隠さなきゃいけないかもしれないからわかんないけど、これ自分の著作権だもんな。そうですね、そうだ、そうですね、え、全部あれですか、あの絵も内容も全部なんか普通分かれてる人もいるじゃないですか、両方ともこんな感じでね、あ、すごいすごい、あ、それはすごい、すごい、すごい、こんな感じ、両方とも描いてるってすごいですよね、はい、話の内容と絵を描いてるって、うん、なんかこう考えるのが好きなんで、やっぱり話を、うん、だからそれを絵で描くっていうのを表現できるのがいいかな、すごい、だってこんなね、新潮社ってすごい、おお、新潮社、うん、週刊新潮とかしたかな、うん、はい、すごいよね、なんかこう、そう、アダルトビデオでも自分が原作したりとか、うん、あ、最後のやつ、そうだもんね、最後のやつとかも、最後の、7月この前発売したやつとかが、もうその自分が、タイトル言わなくていいけどね、自分がすげえタイトルだもんね、何なんですか、そのタイトル、私が決めたわけじゃないんですけど、汚れた丸を上書きするために次から次へと何とかを求める女の子、うん、おじさんと清め丸々ほとんど言えてないじゃないですか、ほとんど丸々で大事なところほとんど言えてないじゃないですか、これ原案をされてるんですね、そうです、原案して、すごい、監督さんと一緒に、確かに、なんかイメージがすごく湧くだろうね、なんかいろんなことが、そのなんか、うん、だから、漫画とかも見てて思ったけど、そう、すごいよね、漫画でしかできないことと、人間がやった方が面白いこととがあるんで、うん、どっちもできやってきたら楽しいなって感じでやらせてもらいました、うん、まあ、漫画の話だと今、漫画王国、あ、じゃあ、だっけ、あ、でもやってますね、連載して、はい、そう、僕もあの会員だったから見たりしたけど、はいはい、すごいね、あの、なんだ、今、これツイッターだからどうかちょっと出さない方がいいと思うけど、うん、あれかネットだから、なんか男性恐怖症だった私が AV 女優になるまでの話、はい、はい、新潮社さんの漫画王国でやってます、今4話出てるんですもんね、そうですね、4話まで今配信されてます、4話まで、4話だよね、はい、それはもともと本当に、漫画で始まったやつですか、なんか本とか出したじゃなくて漫画からもさ、はい、あ、もう自分の話をそのまま書いて、そう、自伝なの、すごいよ、すごいですね、すごい、だから結構ね、フィクションじゃないですね、そうで、ちょっとね、やっぱり切ない感じなの、そうですね、だからね、キュンときちゃうけどね、という感じでね、感じですよ、で、漫画の方もそうだけど、で、実際に今女優産業だと、はい、何本だ、アダルトの AV の方は9本で、はい、AV 系の VR が3本、はい、で、はい、イメージビデオが2本という感じになってます、はい、で、実は、うちでも撮らさせていただいてて、そうですね、一応ね、こちらがね、いつもお世話になってるグラッツコーポレーションさん、レベッカさんですね、はい、
で最初に、ね、まあ、イメージがあったりして、ここからうちは惰性、あ、うかとか、これがね、アダルトの方の、デビュー作ですね、なずなちゃんの、はい、結構ね、はい、なんかすごいね、図書館でのね、シーンとかがちょっと長いですよ、うん、っていう感じ、ね、で、マンドさんでディアリーさんで、あれ、肝心のうちのやつはどこだっけ、これ、これですよね、これはね、これ見えちゃう、見せられないからなんか7月の13日発売で一応、出します、はい、これ、昨日発売です、はい、まだ発売したばかりなんですね、はい、後ろからね、ちょっとね、おっぱいが出ちゃってるから隠してもらってるから、もういいです、ありがとうございます、なずなちゃんの方に戻しましょう、こっちにね、制服に戻しちゃいましょう、セーフティーという感じで、イメージ目でも、セーフティーに戻しました、日本に、出られてるね、はい、うん、どうです今、話がちょっと本当なんか流れだとあれだったけど、はい、AV とか、あとイメージビデオだとどっちが大変とか、どっちがありますか、なんかこう、まあ、どっちも大変とは思うんですけど、うん、その、なんだろう、別の大変さがあるかなとは思うんですけど、うん、そうですね、うん、まあ、でも、朝から夜までになるのでやっぱり AV の方がきついかなっていうのは思います、まあ、そういう体力的な面でっていう感じですかね、うん、うちの今回撮らさせたのは一応女の子を2人、はい、同じ事務所のマックスさんのもう一人の藤江さんとかやってたんだけど、はい、一応ロケでね、そうなんですよ、伊豆の方で、はい、撮らさせた、僕の方行ってるんですね、そう、どうだったんですか、伊豆のロケ、伊豆のロケは、で、すごい話聞いてる、はい、撮影行くじゃない、はい、今今日いないから言うけど、青木がね、はい、うちの青木プロデューサーの青木いるんだけど、はい、高橋さんは来るとちょっと僕が仕切れなくてめんどくさいから、はい、ちょっとすぐ行ってすぐ帰ってくださいって言われたのね、うん、で何時に行けばいいって言ったら、いや、夕方顔出して夜帰ってください、あ、マジ伊豆ま で, 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 で俺伊豆で電車で、はい、伊東線乗って、はい、5時に着いて8時に帰りました、早っ、え、3時間、いや、顔出す理由も分かんなくなってくる、そんな3時間で、僕はキャスティングしたの、あ、はい、あれ一応、はい、で、やっていって、はい、食事だけでもね、ちゃんと、あ、なんかステーキなんか出してくれて、すごい美味しかったです、ね、食事はしたんですね、一緒に、そう、食事はさせてもらったの、はい、それも、トカさん、いいっすよ、なずなちゃんとかの前でとかで、超目の前で座らせてもらって、はい、ありがとうってお酒飲んで、はい、高橋さん、もう時間ですよ、もう帰ったら電車ないですかって言われて、さすが、まあ、それどういう状況、すごい状況じゃないですか、状況でしょ、それなさでも気遣うよね、そんな状況ね、なんか普通に楽しくご飯食べてるのにさ、気づかなかったです、なんか仕事があるからって嘘ついてる、はい、全然気づかなかったです、ああ、気知らなかった、まあね、気づかないですからね、だから今言わなくてよかったですよ、でもやっぱりグラフィさんでもなずなちゃん撮ってますよね、ああ、そうなんですね、しっとりな感じで撮らせていただきました、はい、テーマはですね、はい、白く、ね、黒く、白く黒く、どちらですか、白く黒く、ゼブラちゃんとグレー、ちゃんと聞こう、だから黒ってなんかセクシーなイメージがあるんですか、だから黒でセクシー、黒でセクシー、で白で、え、黒でちょっと清楚な感じにして、うん、白でセクシーな感じ、そうそうそう、あ、逆にしたわけですね、はい、だから天気がねちょっとあんま良くなくて、はい、ちょっと黒でやっぱこう清楚に行くと、はい、ちょっとお葬式みたいに喪服ですね、そうそう、喪服になっちゃうよ、ね、うん、でスタジオもな古民家的な、うん、調和がこう、うん、綺麗なところにあったんですけど、古民家で黒い服着てるちょっとね、そうそうそう、なんかない、でもすごい頑張ってくれて、はい、ちょっと体調も悪かったんですけど、でも最後まで頑張ってくれて、すっげえいい、でもなんかセンスのイメージがあるけど、じゃあ黒い服なんですね、そうそうそう、制服はなんか皆さんやられてるじゃないですか、そうやるもんね、だってそうだって若いから全然まだまだ制服が似合う、でも制服ばっかだ、うちのコンセプトも制服だし、制服が多いんだ、デビュー作も制服だし、制服なんだ、やっぱり、うん、そうですね、ずっとその青春時代でっていうレーベルでやってて、うん、それはもうずっともう制服系のレーベルだったんで、うんうん、もうずっと制服パッケージが多分だったんですってことは、なんか逆に制服じゃない方がじゃあなんかこう、なんかこう新鮮というか、うんうん、そう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 ですね、まだ多分制服じゃないパッケージのものとかは VR とかしか出てないと思いますね、うんうんうん、なんか着てみたいなんかコスプレみたいなのあるんですか、なんかこういうの格好してみたいなとかあるんですか、あなんか着てみたいコスプレ、結構コスプレ好きなんですけど、あ、そうなの、そっかそっか、絵とか描いてますもんね、なんか
割烹着とか着たいですね。割烹着それなんかアダルトの定番だな。結構あれそうだな。火星シリーズ、ね、食用シリーズ、火星シリーズとかね。割烹着ね。割烹着エプロンじゃないですね。割烹着、割烹着でなんかちょっと、うん、こう後ろで結んでね、うん、のもうそれをね、裸何裸でね、まあ、そうなっちゃいますよね。裸でいくのいや、もうちゃんとこう、そういうことです、裸で割烹、多分そういうことですよ。割烹、はい、いいですね、割烹。ご飯に行ってる、私に行ってるみたいな、そうです、古い、古いんだよね。いや、でも定番がいいんだよね。定番がすごくいいんですよ。あとは、はい、まあ、アダルト、今ちょうど話もしたけど、うん、そうか、でも今、今度は8月からですもんね、うん、ちょうど、青春時代の方から外れていろんな方で、ね、そうですね、チャレンジもされる、はい、イベントはあるんですか、うん、結構ちょこちょこちょこ。そう、今度ね、後でも最後に告知もしますけど、はいはいはい、7月の、ね、はい、23時に青春時代の一応、はい、イベントもありますからね。そうなんです、青春時代から卒業ということでイベントをさせていただいてます MIS さん。あー、そうなんですか、はい、僕たちのお世話になってる MIS さんがねしてるんですよ、はい、うん、ってことかな。はい、うん、あと、まあ、ちょっと深掘りで例えば、はい、今回のその漫画のバンキさんでやってる方は多分、まあ、フィクションですよね。そうですね。で、さっきそのすごい連載してるやつ、恐怖、男性恐怖症だった私が AV 女優になるんだな、これはノンフィクションなんですよね、はい、一応。あ、もうな、まあ、漫画的な表現はあるんですけど、うん、もう書いてる出来事自体は全部、うん、ノンフィクションでやってます、はい、まあ、じゃあ見たらわかるわけですね。そうそうそう、なんでかって今聞かない方がいいよね。じゃあ、うん、そうそう、まだ途中だけどね。1話無料なんで、1話だけ見て、1話無料、1話見ないで、うん、今はちょっとずつは克服されてるの。これは多分大丈夫、言っても大丈夫なの。今はもうだいぶ克服されたんですか。あ、全然もう、だってね、はい、それだけ仕事やってないもんな。確かに。だけど俺、まだ全部は、まだですみたいな。まだ怖い、ね、初対面はやっぱり緊張しますみたいな。それは多分単純に昔から人見知りなんで。あ、本当ですか、はい、あ、でも今日はちょっと結構喋ってね。でも今、でもやっぱり仕事だからね、ちょっと結構緊張してますもんね。緊張してます。あ、そうなんですか。ちょっとずっと一緒なんで分かんないですけど、テンションが乗ってるんだけど、テンションと緊張が分かんないですけど、こうなんか一定だって言われます。あ、そうそうそう、そこがいいんだよ。そう、そこがそこがね、やっぱり、はい、すごいね、うん、うん。あとなんか趣味とかあるんですか、うん、なんか。ありがとうね、さすがだね、MC。はい、趣味は趣味も、うん、漫画を読むことと書くこと。どれくらい読むんですか、月に。単行本ですか、それとも週刊とか月刊とかじゃないですか。もう、こっちですか。もう携帯、電子書籍の方で、うん、もうそういう感じ、もうずっと読み続けちゃうんですよ、その休みの日とかがあると。何時間ぐらい読んでるの、漫画を。いや、もう結構、本当にハマっちゃうと、もう一日中読んでたりとか。同じ本とか、同じのまたずっと見てんの。何回か読み返したりもするし、うん、あと新しい漫画も読んだりとかで、うん、まだ読めてない漫画もあって。なんか携帯っていうのはやっぱ今のね、赤い子だよね。俺らの子なんか便所になんか同じ単行本置いてて、いつもトイレで読むんだけど、うん、同じ本だからずっと同じ、なんかずっと なんかずっと覚えちゃって。なんかでも同じで、俺もパブルが全巻覚えて、あ、なんで、うちの息子とかがもうなんか変えて捨てられたりとか。あ、俺じゃない方がいいよでも置いてくれるんですか。置いてあるよ、お風呂とかでも読んじゃうんですか。じゃあ、いや、お風呂はもう浸からないんで、お湯に。あ、シャワー派なんですね。シャワー派なんで。しおちゃんはどっち。私はなんか、宇宙みたいなお風呂なんで、浴槽がない、シャワーしかない。何宇宙、宇宙じゃん、宇宙。ガラス張りのお風呂なんですよ。ただシャワー売れてる。ガラス張りのお風呂なんで。ラブホテル住んでるの。いや、違う、ちゃんと家です。すごいな。家なんですけど、うん、シャワーしかなくて。うん、ガラ、え、どういうこと、え、どういうこと、え、こういうこと、いや、こういうことです。また借りるときに俺は度胸いいよね。靴か内見してさ、え、ここシャワーですかみたいな空気になるよね、ちょっとね。見てなかったんですよね。うん、借りねえな。あ、借りねえな。見てなかった。え、シャワーとトイレとか。いや、普通見るでしょ。そんなことある。水回り普通見るでしょ。一番大事だよね、部屋借りるときにね。大丈夫でしょ。あ、そう。なんとか生きてるんで大丈夫です。まあ、まあ、そうだけど。でもみんなシャワーが多いよね。うちも全然お風呂入れてくれないもん。
実況もそうなんですか、そうなんですか。いや高橋さん自体も変わってますよ。ご飯食わないとか風呂入んないとか比較的変わってるお家で多分僕らは違います。ちゃんとさ湯船もさ自分で設計してるんだからさ、はい、ちゃんと大きい風呂にしてるのに、うん、絶対お湯入れないんだよ。自分で入れればいいじゃないですか。いや入れないでくれ、入ればいいじゃん。水道代もったいないから入れないでくれ。こういう理由があるんですよ。いや、そんな楽しくねえよと思うけど、誰も入らなくても僕は入りますよ、僕は風呂入る。さすが店長、さすが店長関係ない。入った方が体にいい、はい、いや、うん、曲いきましょうよ。いや曲いきましょう、うん、曲え曲逆でいけるのかな。いけますか。いけますよ、YouTube。 はい、はい、じゃあ、ね、先に、はい、これから本当は生歌があったんですけど、なずなちゃんの歌、最後にやることになりましたので、はい、じゃあ先に、音楽の方行きたいと思います。こちらで、はい、じゃあ木村さんの曲で、はいはい、My Best Friend。 初めてMy best friend.
定したフレンド。ちょっと長かった。長かったね。懐かしかった。まあね、僕たちもね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、さっきも途中になっちゃったけど、はい、今なずなちゃんコーナーで今度ね、質問コーナーを、やっていきたいと、はい、ね、いきたいと思います、はい、で、ツイートでね来てました。最初落ち葉さんでいいんですかね、はい、間違ったらごめんなさい。野々原さんへの質問です。はい、今までの AV 撮影でこれは最高だと思った時はどんなシチュエーションの時でしたか。また差し支えなければ一番きついと思った時はどんな感じというの質問が来てます、はい、どんな感じでしょうか。そうですね、最高だって思ったのは、うん、撮影中にお酒が飲めた時ですかね。撮影中にあの、まあ、俗に絡んでる時に飲むってこと、それとも少し、そのなんだろう、こうちょっと会話するシーンでお酒を飲むところがあって、うんうん、そこでもう白ワインとかを飲んで、お酒強い感じでしたっけ。お酒は、まあ、そこそこ強いと思います。そうか、そういう感じ。お酒がもう面白いね。お酒は好きなんですか。割と、まあ、そんなに一人だと飲まないんですけど、うん、人と飲むのが好きで、なんか女子社員酒場っていうところに出勤したりとかして、なんか一緒に飲んだりとか。何が好きなんですか。なんか好きや系とかあれじゃないですか、うん、ビールが好きとか日本酒とか焼酎とかって。一番好きなのはビールです。最近若い女の子も多いですよね、ビール好きな子なんか。そうですね、ビールしか飲まない女の子とかいますよ、ね、最近本当いるんですよ。もう最近ベルギービールにハマってるんですよ。へぇー、しょっちゅう飲みに、さんの、うん、大宮に一つでいいんじゃないですか。はい、行ってます。なんか違うんですか、やっぱ日本と。ちょっと甘いかな。あ、甘い感じ、フルーティーな感じだね。へぇ、うん、高い、一杯1500円とかです。高い高い、さすがですね。本当にね、もうあれ、こんな大きいやつじゃない。でっかいやつあるたまにやってるんですか、秋葉とかね、こんなでっかいさ、あのなんかドイツしてる、なんかドイツハックみたいなとこ行くと、はい、うん、とんでもない量のなんかビールが出てくるんですよね。そんじゃないね。ただベルギービールはなんか輸入の関係で高いみたいな。あ、そういうことか。あと、一番きついやつなんかあるんですか。一番きついやつ、うん、きついやつ、うん、最近のが多いかもしれないですよね。最近はすごかったですね。なんだろう、きつかったなって思ったのは、うん、言える範囲でね。あ、でも、うん、あの、ま、やっぱ撮影が結構朝からなんですよ、その、うんうん、これはまあ青春時代の時の話だったなんで、うんうん、もう発売されてる作品なんであれなんですけど、うん、まあ、とある作品でちょっと、まあ、朝8時くらいにそのスタジオに入って、うん、まあ、終わったのが朝の4時だっていうことがありました。長い。待って待って、こういう話あんま良くないのかな。でも大丈夫だよ、大丈夫だよ、別に。そうか、長いよね。いや、その時はちょっとびっくりしましたね。あ、こんな時間かみたいな感じで、まあ、OK ですみたいなのが、じゃあみたいな、はい、それまでちょっと緊張しなきゃダメで、次なんか撮るみたいなやつで。だってすごい、なんか俺は分かんないですけど、体使うんでしょ、なんか体硬いと大変だみたいなことを聞くんですけど、なんかの、体、まあ、そうだろうね、なんか体勢がさ、そうね、足開いたりとかさ、大変だと思います。なんか、ね、見せるやっぱり、ね、作品を作んなきゃいけないじゃん、リアルじゃないで、リアルなリアル、リアルなようでリアルじゃないみたいな。もともと結構そのずっと引きこもって絵を描いてるっていう人間なんで、うんうん、だから結構その体力がないね。ない方で、だからもう体力が欲しくて。体力が欲しくて。なんか鍛えたりしてるんですか。いや、もう最近はもう全然忙しくて、うん、ジムに行けてなくて。行ってたんですか、ジム。行ってたんですけど、すごい、すごい、行けなくて、うん、で、漫画を描くのに集中した時期があったんですよ、うん、そしたら、その時期は漫画にすごい集中してたから全然鍛えるとかなくて、うん、その時期にどんどん筋肉がまた落ちて、もともとないのがさらに落ちて、うん、ちょっとまた鍛えなきゃなっていう風になってます。なるほどね。体力つけなきゃ。なるほど。まあきついのはもう朝が早い、結構時間があってやっぱそうだよね。はい、うん、ありがとうございます。はい、そしたらね、次の質問、はい、粘土じじいさん、はい、はい、質問させてください。はい、野々原なずなさんの絵の質問です、
なずなさんを笑顔にするにはどうすればよいのでしょうか、うん、これはね、これねすごい質問だ、これはね、あなたを笑顔にするにはどうしたい、ちょっとなんか、ね、ちょっと歌詞に近いからな、そうですね、はい、なんかどうしたら笑顔になりますか、はい、もう、いや本当に、うん、そのこう応援してくれたり会いに来てくれるっていうのがすごい嬉しいし、こうね、来てくれるし、うんうん、DVD 買ったよとか言ってくれるのもすごい嬉しいですし、うん、うちも嬉しいな、それでもうニコニコしてるんですけど、基本家で一人で、へーみたいな、ね、家でニコニコして、いやすごいな、そうか、でもこれそうだよね、笑顔にする、確かにそうだけど、そう、なずなさんに例えば、なんだろう、イベントとかそういう時でも、はい、何をこう持って、まあ持ってきてもらうといやらしいか、何かこうもらおうと嬉しいものとか、なんかありますか、さっきご飯は好きだって言ったけどね、ご飯持っていけねえもんな、白米です、なんか、なんかこれ見やると癒されちゃう、白米あの事務所に届きました、あ、本当に、そっか、あ、でも癒されるよ、やっぱお手紙とかをもらうと、うん、あ、書いてくれたんだっていうふうに、わざわざ書いてくれたんだっていうふうに、そうね、自分で書いてたりするからね、はい、漫画とかもね、なおさらそうですよね、はい、すごい嬉しくなって、うんうんうん、笑顔になると思います、あ、まあ、でも本当に勝手に一人でニヤニヤしてるんで漫画見ながら、はい、まあね、わかる、それはね、それはわかる、うん、この質問してくださった方が、うん、まあ、車椅子の方で、で、あんまりイベントにやっぱなかなか来られないんですけど、すごいすごい、この前来てくださって、イベントに、だからすごいその時はもう嬉しくて、すごい笑顔になりました、覚えてるな、まあすごいもね、ツイッターで返されたりしてるから、うん、まあ、優しい、優しい、なんかこう雰囲気がね、うん、ありがとうございます、まあ質問はじゃあこの感じで、はい、あと、まあなんだろうな、イメージグラビアいろいろあって、さっきも話もしてるからあれですけど、例えばあのイメージグラビアも含めてなんですけど、ちょっと僕はね、はい、自分で思ったやつがちょっとあって、うん、例えばなんだろう、撮影をする上で僕の中でこう、昔僕もアダルトビデオとか作ったりもいろいろしたんですけど、うん、巨乳と離乳、はい、巨乳と離乳ね、男性目線で美しい方の美ですよね、美しい乳と大きいおっぱい、はい、どっちがなずなさんと、まあ、しおんちゃんもみんなそうだけど、どっちが売れるっていうか、いいと思います、うん、どっちが、いや、おっぱい大きい子に対して、いや、美巨乳がいいんじゃない、美巨乳、美巨乳、そうね、でも今すごいなんか、うん、その、うん、そのアダルトのサイトで人気があるのってすごいおっぱいがドーンって大きい人な気がします、うん、まあ確かにね、大きい人でも、うん、そうなんですかね、まあトップってわかんないけど、すごい売れてる子って別に大きいっていう人もいるけど、うん、普通の人もいるしね、そうですね、うん、確かに、うん、あるから、なんか新人さんとかだと、もうやっぱ見た目のインパクトがすごい強いから、おっぱいがブーンってなる人が人気があるイメージがあります、ね、でもやっぱりおっぱい大きい方が、まあ、まあインパクトありますからね、うんうん、木村さんもキャスティングするでやっぱりおっぱいと、いや、まあ、顔何が増えますっても頑張る人って言ってたけど、まあ、どんな感じ分かんないもんね、頑張る人って、まあ、でも第一印象やっぱ大きかったらやっぱあっていきますからね、その次にって感じになっちゃうんで、ね、性格とかはだからやっぱでも強いですね、おっぱい大きい、でも絶対武器でしょ、武器ですよ、まあね、で、そのおっぱい派生でいくと、僕ね、地味巨乳って言うんですけどね、あ、昔からあの自分で作ったりもしてた時も地味巨乳、あー、なんかすごい派生ギッとかしてる、特にね、すごい、こういうことですね、あ、まあ、そんな大きかったんだ、なずなちゃんってそうなんですけど、地味巨乳、隠れ巨乳とかじゃなくて、ね、それもそうなんですけど、例えば、うん、本当図書館とかでこう、設定でね、図書館でこう女の子が勉強してるけど、実はその女の子から垣間見るおっぱい大きいぞっていうのにすごい燃えちゃったりするんだよね、そういうのってあるでしょ、変態です、あるでしょ、変態です、で、すごいね、グラビアで例えば、例えばしおちゃんどっちかっていうと華やかな感じ、はい、で、どっちかっていうとなずなちゃんっておしとやかな感じ、はい、で、まあ、ね、すごい僕は大きいけどこう、なんかこうね、隠れてなんかふわっ、え、こ、ま、そんなみたいな、そう、なんかのふとした時に大きいっていうのがね、あ、そういう設定はどうだろう、イメージビデオは難しいの、ね、そういうことね、あ、そういう意味ね、うん、僕はなんかあんまり全然、あんまりぶっちゃけそんな可愛くない子がおっぱい大きいとちょっと興奮しますなんか、へぇ、そうそう、そうなの、そうなの、なんか、あれ、そうそうそう、なんでこいついいとこそこに行っちゃったかみたいな、あ全体のバランスなくてそこ強くなっちゃったみたいな、
でもちょっとそこに興奮したりもしますけどね。ね、逆に気になって。逆に気になっちゃって、なんかどんな性格してんのかなと思ったりとか、なんか、まあ、でも、そうっすね、よく次の日やったらわからない顔が見えるそうそうひどいやつです、うん、時間はどうだっけ、はい、全然、これか、まあ、大丈夫ですよ、うん、大丈夫、全然、いや、これがあるから、メインのやつがあるから、はい、メインのやつやんなきゃ、やるかじゃん木村さん、準備できます、うん、大丈夫これやりますやるよ、もちろん、いや、その聞きたいかどうかって話ですよ、ね、そうです、いや、すごい聞きたいですよ、ね、今日、うん、夏菜ちゃんのためにね、歌を作りました、僕がね、作詞は僕ですで、すごい作曲は、木村さんで、何これ、そんなのすごくないの送ったのが、昨日の夜ですなので、昨日これはさ、笑顔になる設定じゃないの、これ それもね、知らない設定でやりましたなので一応こんな感じで作ってきてるので、うん、木村さんがもし歌えるんであれば生歌をいきたいと思います。いけそうです。大丈夫かな。ちょっとねできなかったらごめんなさい。まあ一応大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。全然見ながら大丈夫でしょ。はい、じゃあ曲を書く。じゃあいけますか。はい。はい、いやすごい。いけるいけるって。そう即興みたいなことだね。いや即興でしょ。はい。僕と七つ名ですよ。僕とナズナで、じゃあ行きましょう、木村光俊さんで、私が高橋誠ですかね、はいはい、いや僕とナズナ、はい、ふとした君の横顔に僕はいつも優しくなれる。時折見せる寂しそうな君に僕はドキドキするんだ。授業は退屈だけど君と一緒にいれる時間は宝物。わかんない。なずな、なずな、君の名前は僕は。おかしくなってきた。なずな、君の名前を心の中でつぶやくよ。僕は君のすべてを捧げたい。こんなもんでいいでしょうか。うまいわ。弾き語りすごいですね。うまいね。うまいわ。ちょっとね、A メロぐらいしかいけなかったです。でもそこですごいですよね。これ自分で考えてまたさ、出して出して曲作るならまだわかるけどさ、作ってもらったのはい、お願いしますよ。お願いします。合わせていくってこうイメージ作んなきゃいけないじゃなくて。すごいね、やっぱ木村さん。いや、この A メロだけはいけましたね。ちょっとサビがちょっとね、こう。不安定になっちゃった今。そう、いや、ちょっと変な感じ、ね、上から作っていくんですね。わかんないですけど、サビからいくもんない。サビから作る。そうだから、サビをもう一回入れるんだったら、なんかこのふとした君の横顔にっていうのがすごく良かったですよね、なんか今日朝見た時。そしたら、せっかくだから最後までちょっと考えて、なずなさんにね、じゃあプレゼントしましょう。そうですね、今日終わるまでにちょっとね、はい、で考えましょう。はい、ありがとうございます。すみません、なんかいやありがとうグダグダなソングですみませんでした。はい、いや、じゃあこれね、歌のコーナーもないから、じゃあまた少し話をしていこう、はい、あと何か、まあ、告知もあるけど、その前に、はい、なずなちゃんの質問コーナーも、まあ、あるかな、まだ時間がある、うん、あの木村さんがパッと決めてくれた、やっぱやる男だよね。何ですか。ちなみにこんなことされたことないですか。んこんなプレゼントみたいなないですか。あ、こんなプレゼント、まあ、歌歌われたことないですか、うん。
歌はないですね。そう、気持ちで歌えばよかったね。そう、いやいや、そうですね。いや、わかんないけどさ、なんか中にいるのかなと思って、これは僕があの作った曲ですって、あの、最下になんか君のために作りましたみたいな、そんなプレゼントしてくれる人はいないのかな。あんまりいないか、わかんないけど、イメージ的に ね、あのちゃんと聞くけど、これ恥ずかしい、恥ずかしい話、俺やったことあります。本当ですか。はい、神宮の美術館があるところ、好きな女の子歌ってました。そういえば気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。でも、しおんちゃんだったら笑っちゃうね。私結構そういうのは好きなの、あの、まあ、いや、逆気持ち悪いとか、その時間をどうにしていいか分かんないと思うタイプでしょ。気まずい、聞いてる時どうしたらいいかなってなっちゃう。わかるわかる。家で歌ってくれたらすごい嬉しいかもしれないです。あ、まあ、家だったらデートとかの、外だとちょっと、ね、いや、外はちょっとあれだけど、ね、でも何、ちょっとわかんない、河原とかだったらいいんじゃない、海とかわかんない。そうそうね、それだったら何となくわかる。でもそれは多分ちょっと自分が気持ちよくなってるだけじゃないですかね。いや、そうですよね。だってなんか昔、うん、あ、今もあるかもしれないですけど、なんか自分が作ったなんか好きな曲をあのカセットテープに集めて、なんか好きな子になんか送ったみたいなのありません？あー、それはあ、ちょっと時代背景がちょっと違うんだけど、わかるイメージ、なんかそう、分かる分かる、なんかね、あるあるんですよ。そうそうそう、今の子あるのかな、なんか好きなさ曲のリストを、僕の好きな曲なんだみたいな渡された、渡すみたいな、うん、まあ、俺もある、俺も渡した、俺も渡したみたいな、今の私は経験ないです。もらって経験ない、やっぱり時代なのかな、テープでね、そうそう、カセットテープを後ろに書いて僕は今カセットテープって知ってる？あ、知ってます。そう、はい、あそこにさ、こういうなんかこう書くとこがあってさ、ここにタイトル書いてさ、そう、自分の好きなね、そう、オリジナルアルバムみたいなやつで、うん、へぇ、すごい。そう、あれ、喜んでなかったのかな、よく考えて。自分が好きな曲をわざわざ相手に共有させようとしてるってことですね。共有させよう、そうそうそう、それを、そうそう、なんか言い方悪くないっすよ、共有させようとしたつってる。それは、いや、でもなんとなく、でもほら、一緒じゃん、食べ物とかもさ、うん、いや、これは本当美味しいんだよ、つって食べて、で、あ、美味しいって言ってくれたら嬉しいみたいな、そういう気持ちよ。そういう気持ちの曲バージョンですよね。そう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 、そういうことですよ。一人呼ばれたけどね。そうなん、そう言われて、そうなんだけどさ、今のボンジョビとワムを入れて、全然嬉しそうじゃなかった。いや、それわかんないよ。なんかちょっと今日、なんか気が合うからね。あ、時間だよ、結構いい時間だ。そうだそうだ、もう、エンディングの時間にもうなってしまってましたよ、はい、で、はい、告知か何かあったらやっていきましょう。一応、なずなさんの方で何か、告知、さっき言ったね、7月23日には、はい、青春時代のサイン会が、はい、MIS 秋葉原店さんで、はい、やりますね。あとは何かありますか？7月27日に、うん、あの NAX っていう私が所属している事務所の、うん、5人の女の子が集まってオフ会を、うん、バーベキューやるんですよ、でそれが1回完売したんですけど、うん、またちょっと好評だったんでちょっと追加募集してて、5人くらいだから、そのぜひ応募してくれたら。27日で、うん、ですよね。なのでぜひお願いします。外ですか？外？中ですか？屋内です、感じ。あ、よかったです。なんか、ね、雨とか降ったら嫌だもん ね、まあ、なんか外です、うん、で、あと8月10日に、インテックうちでもですね、なずなちゃん、はい、さっき撮ったちょっとあまり見せられなかったですけど、イベントあります。今日は隠しながらね、後ろも、うん、8月10日で、またね、MIS 秋葉原店さん、それとソフマップさんでやる予定です。ここまで、イベントを、うん、はい、あと何か告知ありますか？あと8月は、うん、8月はちょっとあのコミケに出ます。あ、そうか、うん、そうだ、コミケです。コミケに出ます、はい、いや、半年に1回ぐらいだっけ、ね、夏と冬のね、そう、はい、大変なんですよ ね、まあ、そんな感じで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あとね、はい、最後、一応ですね、はい、次回の、8月11日のトーキングフリーの、メインゲストの紹介なんですけど、はい、一応グラビアアイドルの山中真由美さんを予定してます、はい、で一応恵比寿マスカッツの方でも活躍されていらっしゃる方で、はい、一応ね、これもまた歌を歌う感じかな。いやいや、どうでしょうかね、ね、真由美ちゃんと、でもちゃんとしたもっと完璧な歌をね、歌をね、届けたい、はい、真由美ね、うち僕の奥さんは真由美って言うんですよ、だから一応思い入れを込めてまたちょっと作ろうかな。じゃあ最後、できました、うん、
サビ。サビ。はい。時間に？サビ最後あるでしょ。あれ一分最後一分あるでしょ。一分あるんですよ。なぜなら、ここだけでこうしちゃう。OK だ、これ。大丈夫。大丈夫、大丈夫。OK、OK。はい。サビ。サビだけ、ね。サビ、サビだけ、サビだけ。サビだけですよ。サビだけ。行きましょう。サビだけ行きましょう。はい。この、なぜな君の名前、僕のは、僕はメロディーに奏でるよ、君は悲しい時は僕と一緒に踊ろうよ、はい、よし、行こう、行きましょう、30秒あります、はい、30秒、はい、はい、なぜな君に、もうやめましょう急に俺も今、ちょっと声量が上がったからさ、びっくりしてさ、難しいよね、でもまあ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 、はい、もうね、ちょうど時間なので、ありがとうございました。ありがとうございます。次回のトーキングフリーもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。